論点のすり替えは、非形式的語尾の一種であり、それ自体は妥当な論証だが、本来の問題への答えにはなっていない論証を指す。イグノラシオエレン会とは、イグノランスオブレフタチオンの意。エレン会はギリシア語のラムダイプシロンガンマ会に由来し、反爆の主張、論証を意味する。論点相違の虚偽、論点無視の虚偽とも言う。アリストテレスは、論点のすり替えは、 相手の主張に反爆する際に犯してしまう間違いであると考えていた。そのため彼は、その当人が反爆とはどういうものかについて無知なのだと、した。アリストテレスにとって、論点のすり替えは論理を知らないことに等しい。実際、アリストテレスは、すべての論理的語尾は、論点のすり替えに還元されるとまで言っている。論点のすり替えに似たものとして、 燻製二神の虚偽がある。これは意図的に論点をすり替えたり、恋に議論を発散させる行為を指した批判的な用語である。この奇妙な用語について、両犬の訓練に燻製二神を使い、両犬が燻製二神の匂いに惑わされないようにしたことに由来すると説明されるのだが、語源学者のマイケル・キニオンによれば1800年代の週刊新聞ジャーナリスト、 ウィリアム・コベットが、この比喩を用いたことに由来するものらしく、また実際の両見の訓練では、そのようなトレーニングが行われるようなことはないようで、ある。お前だって、論法も、意図的な議論の発散を狙ったものと言える。これは、相手の主張やアドバイスについて、発言者自身もそれができていないことを指摘するもので、ある。お前だって論法は、人身攻撃と共に使われ、 発言者を貶めるような文言が含まれることが多い。ありがとうございます。